はい、いつもご利用いただき誠にありがとうございます。バッグですね、バッグをご依頼いただいております。こちらがね、底の部分になるんですけれども、シミの付着でございます。中からにじみ出したような感じではなさそうなんですが、まあ底部分だけにこのように付着している形になります。はい、事前の確認なんですが、こちらがね、脱色が生じた状態になるんですけれども、で見積もり出させていただくのに一部、ちょっとね耐久テストをしてみたんですが、このシミをね取るのに有効な処理を実施いたしますと、まあ、ここまではいかないにしても、そうですね、やはり色落ちするしやすい状況ですね。そういう状況が見られます。ですので、ね、なかなか難しい処理にはなるんですが、まあ、ただね、すべてキャンバスのバッグということでまだ洗うことができますのでね、そういう意味ではまだ取り扱いがしやすいのはしやすいですけれども、シミがうまく抜けるかですよね。ちょっとやってみますけれども、グレーなんでね、脱色させてしまうと後でね色分けするのが本当に難しくなりますので、ここ少しやってみたんですけれども、まだうっすらとシミが残っている状態ではありますが、これ以上ね、処理してしまうとちょっと危険ゾーンですね。色落ちがもう少し漂白すると色落ちしてしまう状態ですね。はい、ちょっとまあ慎重に実施しなければならない感じですのでね、はい、一旦撮影はここまでとさせていただきます。
ートバッグですね。キャンバスのバッグでしたが、新設完了しております。底の部分でしたが、大きなシミが付着していたんですけれども、除去させていただきました。やはり予想通り、除去する代償に色落ちが生じましたので、その分はね、染色して補っております。この辺りにも1箇所、脱色箇所があったと思いますが、こちらにつきましても染色して直させていただいております。もう見た目はほとんどね、シミがわからない状態ですね。シミというか、色落ちしていた箇所もわからなくなっております。はい、綺麗にすることができてよかったです。ご利用いただきありがとうございます。